The Stillness of the Wind です。まあ桜井もやるの初めてなんで、とりあえずまあやってってみよう。雰囲気はいいね。移動行動がクリックね。タルマはこの農園で育った。ああおばあちゃん、おばあちゃんか。でっかい鶏のようにも見える。かつてはドアの前に毎朝たくさんの靴が並ぶこともあった。うん、ある者は町を目指し、ある者は海を越え、一人また一人と旅立ち。いつしか孤独に朝を迎えるようになった。卵6個ゲット。2匹のヤギ、ポケットいっぱいの種、太陽いっぱいに浴びたブーツとともに。どうしような、せっかく卵あるし卵料理する。手紙が気になるな。おばあちゃんへ、いよいよ出発します。今はね、黒いガウンに角帽す…ん?スノボー?角棒?姿で行動の椅子に座ってるところ、1時間も早く来ちゃったからまだ誰もいないの。なんとか平常心を保ってるけど、セレモニーが近づくにつれて胸の中でたくさんの蝶が踊り出すような感じ。夢じゃないのね。今夜私はアカデミーを卒業する。その後すぐこの星にお別れを言ってルナのコロニーに向かうのよ。いつもそばにいてくれた大好きなおばあちゃん、小さい頃は毎晩本を読んでくれた。ワームガールとライカは今でも枕元に置いてるよ。夏はジプシーのカーニバルに連れてってくれた。冬は天体観測に連れてってくれた。そして地平線の向こうに世界の秘密が隠れていることを教えてくれた。私がここまでまっすぐ進んでこれたのはおばあちゃんに育ててもらったおかげ。私っておばあちゃんにそっくりなんだって、みんなにそう言われるの。私は世界で一番おばあちゃんを尊敬しています。今もたった一人で農園を守ってるなんて本当にすごいよ。これからもいろんなことを教えてね。またすぐに会いに行くから、絶対。たくさんのハグを込めて、ラマより。うん。卵、ちょっと待って、パンとかないんかな。パン、なんか他の食材見に行こうよ。どうしよっかな。これはクワ。おお、朝ごはんも食べずに耕します。渋いな。なんだろう。何なんだろうこのゲーム。どこに行くんだろう。大変やな。ちょっとそこそこのところで終わりますか。これ何？笑とるわ。あれ、なんか書いてるぞ、おばあちゃん。これ銃があるのも気になるな。ここはなんだ。ここあ、ミルク絞ってこれチーズ作れんちゃうの。このチーズ小屋の棚、通風口、作業台を修繕した後、空はラマを置いて農園を出て行った。うーん、5個だけじゃ不安ね。ヤギに干し草をやらないと。あー、ちょっと楽しいな。
ヤギのミルクを取って、ワロ取るな。要はヤギのミルクの地図を作るんだな。はいはい。どうしようかしら。とりあえずな、郵便来てないかいな。何も届いてない。干し草どうしような。あ、ヤギ出てきちゃったよ。いいの？ケスゴードの種。一個。二個。今のとこ二個しかないから。入れた。日が落ちてきたぞ。早くね？じゃあもうご飯作ろうさ。卵とチーズ、クッキング。卵とチーズだけって何ができるやろうな。おばあちゃん人のみですか？大丈夫ですか？もう眠い？何か見よう、見えます？フリエモって何？フリエモ、ソルダレイベス。フリエモの街では窓が閉じられることはほとんどない。この街の住人たちは常に耳をそば立て、禁じられたある言葉を発する者がいないように警戒しているのだ。外部の人間から双子の片割れの街と噂されるこの場所で、その言葉を口にすれば、住民たちの悲しみを封じ込めた繊細な眉を吹き裂いてしまうことになるだろう。遠い昔、双子だけがかかる死の病に立ち向かう手段として、放浪の魔術師が先祖伝来の木の枝をこの町に植えた。神の気まぐれと呼ばれる薬の材料だ。この薬は煎じた後に2つに分け、父親の手で患者に与えなければならない。その父親に突きつけられるのは2人の子供のうち一方しか生き残れないという現実だ。この薬を手にした男たちが皆、自分が父親であったことを忘れるのはせめてもの慈悲だと言えはしないだろうか。おばあちゃん、寝るんだったら布団で寝よう。はいはい、ベッドか。寝ましょうね。なんか一日があっちゅう間やな。うん、夜が明けた。またおばあちゃんの一日が始まるのか。なんかすごく短いね、一日一日が。一瞬で過ぎ去っていくようだ。はい、さてどうなるか分かりませんが、このおばあちゃんの一日を一緒に過ごしていけば
いいんでしょう、このゲームはね。まあ、ちょっとのんびりやっていこうか。まあ、非常にのんびりしたゲームやな。もう桜井がどちらかった感じにしちゃいましたけど。はい。まあまあ、ちょっと今後に行きたいです。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てください。ではでは。